今日はですね、資産を作るという言葉の本当の意味というところで、それぞれですね、まあ皆さんその資産形成という言葉を本当にいろんなところで聞くようになったかなというふうに思うんですけれども、私が行っている、まあこの YouTube のチャンネルとかでも発信している情報はですね、その資産を、アメリカの不動産を使ってクリエイトしていくというような、まあそこは根本になっているようなところなんですけども、そういった情報として、そのアメリカの不動産を所有するっていうのはどういうことなのか、またどういうやり方があるのか、どういうふうにやっていくと早く資産形成ができていくのかという話を、させていただいております。でもこの資産形成なんですけども、じゃあいつまでやればいいのっていう話になって、いくらあれば自分はいいのかっていうような、まあゴールっていうものがあってからこそプランができるという話もしています。そしてやっぱりビジョンがあることによってプランが立てられる。で、そのプランをアクションに移すことによって、そのゴールが現実的になるよと、ゴールにたどり着けるというようなことが、まあ大まかな資産形成の流れということになっているんですけれども、果たして、これはですね、その先にあるものは何なのかというところで、考えていってほしいんですけども、これどういうことかというと、じゃあその資産を形成するということは、資産を形成していった先に自分のゴールは達成するわけですよ。じゃあその先にあるドリーム、夢っていうのは何なのか。まあこういう話をするとなんかちょっとファジーな感じで、私もあんまり好きではないんですけれども、でもやっぱ根本的にはそこだと思うんですよね。どうしてウェルスが築きたいのか、どうしてお金がもっと欲しいのか、例えばビジネスをしている人だったらすごくわかると思うんですけれども、ビジネスオーナーはやっぱり売上げは良ければいいほどいいということは、お金が入ってくれば入ってくるほど自分が楽になるという部分を、こうアンコンシャスに見てるわけですよ。別にそれを意識してやってるわけじゃない。ビジネスをやるのでトントンでもいいからビジネスやってよっていう人は、まずいないと思うんですよね。で、やはりサラリーマンから抜け出して、自分でフリーなライフスタイルを作ろうっていうようなことが今すごく流行ってるっていうのは、まあ聞こえもいいですし、見た目もいいんですけれども、どこに行っても世界中どこにいてもお金が入ってくるっていうシステムっていうのは、根本的にあることはですね、経済的安定ということなわけですよ。なので、それで、まあ、ビジネスで成功してお金を稼ぐ、それから資産を形成するっていうのが、まあ、一緒のカテゴリーになってるんですけど、この二つがですね、また全然違くて、お金をがむしゃらに稼ぐっていうことと、資産を築くっていうのは、これは全く違う二つのものなんですよね。なので、まあ、私もビジネスオーナーですし、いろんな方もビジネスオーナー、スラッシュ、不動産投資っていうのをしてるかもしれないし、私の場合はその不動産投資が私のビジネスになったっていうバックグラウンドがあって、私がその不動産を始めたっていうのは、もう何回かも皆さんともシェアしてさせていただいているんですけれども、今まで人生のどん底になった時に、もう本当に全てを失ったリーマンショックのあたりに、あの時から不動産投資を始めたわけです。そしてまあ不動産投資で、まあ、あの時はがむしゃらにとにかくもう回ってくるものを、お金をとにかく稼がないとっていうのがあって、まあ、がむしゃらにやってきた結果、まあ、いろんなものをすごく体験したことになったんですけれども、でそれによって5年で一生苦労しないほどの資産を築くことができたという話をしていますけれども、これはですね、私は最初に行った、まあ、フリップというものから始めてるんですけれども、フリップっていうのはまあ大体どういう仕事なのかっていうと、まあ、不動産をですね、まあ、本当にボロボロの不動産を、まあ、安い金額で買って、それに価値をつける、まあ、リモデルをする、全館きれいにして、いいものに取り替えて、そうするとやっぱり価値が上がりますので、でそれをまたすぐに転売するということによって、そこの含み利益っていうのが自分のインカムになるわけですよ。で、これはお金を入れておけば自然に回るものではなくて、かなりの労力を費やしていくので、いわばこれが私のビジネスとして2008年ぐらいから始まったわけです。で、そうするとやはりそれはビジネスでお金をどんどん入れていかないといけないので、まあありとあらゆる手法を使って不動産を買うっていうようなことになったことで、まあ不動産投資っていうことになったわけなんですけれども、それによって羽振りが良くなるところまでやっぱりお金っていうのは稼いでこれたんですけど、フリップというビジネスはですね、じゃあ毎年毎年同じだけ量をやってると収入がその分どんどん上がっていくのかというと、そういうわけではなくて、やはり時代ですとか、まあその不動産の価格だったりとか経済状況だったりとか、あとはそのフリップをする物件のエリアにもよって、どれだけまで価値が上げられるのか、どれだけお金が入ってくるのかっていう違いがありますから、じゃあやればやるほどいいのかっていうと、永遠にフリップしてるわけにはいかないので、やはりじゃあやればやるほど収入が増えるんだったらどんどんやっていこうよっていうふうに簡単に増やせるビジネスモデルではないんですね。ただ、やはり収入としては非常に良くて、まあ一回のフリップで、まあ誰かのサラリーマンの年収ぐらいの金額は稼げるというところで、お金はどんどん入ってくるなっていうのが、まずは、着目した点だったわけですよ。で、まあそれでやってきて、で、私の
ですね、2時間の無料マスタークラスっていうのがあるんですけれども、そちらはですね、リンクを下に貼っておきますが、そちらをぜひですね、アメリカの不動産に興味があるけども、全然知らないとか、全くよくわからないとか、大体その大枠はどんなことになってるのっていう方のために、このマスタークラスっていうのはですね、もう約1時間半で、ほとんどの大枠は、アメリカ不動産の大枠がつかめるようになっていますので、ぜひ分からない、知らないという方は、見ていただければなと思うんですが、その中でも私お話ししてるんですけれど、まあフリップをどんどんやってきて、本当に羽振りが良くなるところまでは、かなり成長してきたわけですよ。で、まあやはり、まあ私の住んでるところとか、まあその私の周りにいる人たちとか、まあライフスタイルだったりとか、そういうところも加味してですね、まあそれだけの収入が入ってくると、そういったライフスタイルがキープできるというようなところまで来ました。でやっぱり、どんどん上がれば上がるほど、どん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 上が見えてくるという状態があって、で、まあ私たちの中でもどん底のところから、まあ今では本当にカリフォルニアでも上位の 1% にしか属してないという人たちとの触れ合いだったりとか、まあそういうことによって自分のメンタルも成長したりとか、お金が入ってくる、お金があるということによって、そのお金以外にも得たものっていうのは非常に多かったわけなんです。ただやっぱりこれをずっとやってて、じゃあフリップ止めたら収入まだ継続して入ってくるかなっていうと、そういうわけではないんですよ。いわゆるこれって普通のビジネスなので、ビジネスを止めると収入が入ってこない。例えば、不動産エージェントなんかも、特にこのあたりだと、もう不動産の1件の単価っていうのがものすごい金額なので、たとえ 3% のコミッションとはいえども、1件家を売るともう本当にもう5万ドルとか入ってくるっていうのも別に珍しくはないというようなエリアにいるわけなんです。なんですけど、やっぱりその人が不動産エージェントを辞めてしまったら、そういったお金っていうのは入ってこなくなるので、一生働いてないといけないっていうような状態になってしまうんじゃないかなっていうことを私もフリップを何年もして、もうハブリングも良くなってきてはいたんですけれども、実はそういったことを考え始めて、ビジョンっていうのを少しずつ変えるようにして、じゃあどうやったら、仕事を辞めてもインカムが入ってくるだろうかっていうところに着目したところ、やっぱり物件を所有するバイアンドホールドっていうところに落ち着いたわけです。で、特にそのアメリカですと、やっぱり過去の歴史から見て、物件の価値っていうのはどんどん上がるし、自分でそれを、まあ、リモデルなんかをすることによって上げることができる。それから、テナントとして入ってくれる人の家賃っていうのは年々上がる傾向にあるというところもあって、まあ、資産形成するには一番いいツールではないかというところに着目して、最初にビジョンを変えたわけです。それが2012年で、こちらのビデオでもお話ししてますように、じゃあそうしよう、じゃあ自分の理想の不動産を買ってそれを所有しようと思って買ったわけじゃなくて、フリップしようと思っていた物件を、まあ所有せざるを得なくなったというバックグラウンドがあるんですが、それでまあ所有する羽目になったところがきっかけで、まあ物件を所有したところ、そう、稼げるんだなっていうのが分かったと。なので、このウェルスとクリエイトウェルスっていうのは同じような感じですけども全然違って、ウェルスとかリッチとかお金持ちっていうのはやはりインカムが高い人っていうのがどんどん羽振りよくものを、まあどうせ今月これだけ出費してもまた来月も同じようにドーンと入ってくるからということで、どん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 いろんなものを買ってって、あまよくば外から見るともうすごく羽振りがいいなっていうふうに見えるんですけど、そういう人たちもやっぱりその資産形成をしてないとやはりそれは永遠に続くものではないなっていうことが分かったので、このビジョンとプランっていうのはね、本当に大切なんですよ。そしてじゃあお金がそれだけあったら、例えばそのウェルスをクリエイトしたら自分の夢は何なのか、例えばプライベートジェットが欲しいのか、私はプライベートジェットは別に欲しいって夢はないので、そこまで行こうとは思っていないんですけれども、私もいろいろと物件は買い足すことに意味があるという話をしたら、やはり私のコースを受講してくれてる方の中でも、じゃあ永遠に買い足さないといけないんでしょうかって言うんですけど、それはいくらあなたがあったらいいのか、いくらあればあなたのゴールに達したら、あなたの夢がきちんとそれが達成できるのかっていうことで、またこのゴールとドリームっていうのもまた違ってですね、そのドリームっていうのはやはりライフスタイル的なものにあると思うんですよ。で、自分はどこに住みたくて、どういうふうな人たちとお付き合いしたくて、どういうことをしたくて、将来は何をしていくっていうことが自分をハッピーにするのかっていう、やっぱりね、そこが多分最終的な目的でみんな不動産投資をしたり、株に投資をしたり、ビジネスをうまくやっていったりっていうことをしてるんですけども、途中でそのお金を稼ぐというところにカールアップしてしまって、その先に進めない、その先がよく見えなくなってしまったっていうことがあるので、もう一回ここで考え直してみて、そのビジョンを変えていく、まあお金を稼ぐだけじゃなくて、将来的にその資産を形成することによって得られる自分の経済的安定、または安心、それからまあ自分と家族のハピネスっていう部分に、
最終的にはなるんではないかなと思うので、物件は買い足す必要はないと思います。で、私たちも、まあ私も主人とよくそういう話をするんですけれども、いくらあったらイナフなのかっていうところで、走り始めてがむしゃらに走ってきて、本当のお金がガンガン入ってくるようになると、もっともっとっていうふうな欲求が出てくるというのは確かなんですよ。ただそれをどこかで止めないと、いつまで経っても走ってばっかりで、その自分がクリエイてきたウェルスっていうのを使わないで終わってしまった、使う場所がなかった、使う、チャンスがなくなってしまったっていうことがあるので、やはりね、私はその、ウェルスクリエーションとか、まあ、不動産投資だったりとか、まあ、年収いくらとか、何千万稼ぐとか、いろいろなところに、今は本当にそういった情報がすごくあってですね、自分はじゃあ何が目的だったのかっていうことが分からなくなってしまうっていう場合もあるんですけれども、やはりこのビジョンっていうのを常に明確に、で、私もですね、やっぱりこの、いろんな体験をしてきて、まあ、不動産投資もいろいろなやり方をしたりとか、いろんなものに挑戦したりとか、いろんなインカムを得たりとか、まあ、いろいろやってきた中で学んだことは、ビジョンがすごく大切だなと思って、私の最初の投資事前プランニングコースとして、そのビジョンを形成する自分は、どういったビジョンを持っているから、こういった不動産投資をしたいと思っているのか、またはじゃあ不動産に投資したら、どういうふうなリターンが得られて、それは自分の夢に、到達できるビエコルなのかっていう部分を、きちんと判断して、で、不動産投資に踏み込むっていうのが、私はいいんではないかな。まあ、それは自分の体験からなんですけれども、ちょっとそれをダイセックして考えていくと、やっぱりこのビジョンとプランっていうところにあると思います。ですので、先ほどのマスタークラスでもですね、このビジョンとプランに関しては、どれだけ大切かっていう話をしていますので、このビジョンとプランはですね、本当に自分のお金をはたいて得るものではなくてですね、自分の中で、自分と、話をして、その自分のじゃあ夢は何なのかっていう、かなりファジーな部分かもしれないんですけども、そこからやっぱり逆に考えていって、自分には何が必要でどこまでやらないといけないのかっていう部分を絞り込むことができるんじゃないかなというふうに思います。なのでね、まあ、ちょっとベラベラ喋れましたけど、今日はまあ不動産投資のハウトゥーというよりは、まあちょっとマインドセット的な部分だったんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりいろんな人が今不動産投資はなんだかんだオンラインビジネスはどうのこうのってブワーっていう風な感じになってると思うんですけど、やはりね、こう、ウルティメイトな資産形成っていうのは、私も今、私ビジネスの方でも YouTube チャンネルっていうのを、運営してるんですけれど、そちらでですね、まあ、結構前に、その資産形成、その自分がどうしてそういったことをやってるのかっていう、まあ、ウルティメイトっていうのは、まず自分でビジネスをしてお金を稼ぐ。で、それで収入を得たお金を投資することによって、その資産が、もうどん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 モータープライされて作られていくっていうところを作るということにおいて、経済的な安定があって夢が叶えられるっていうような、まあ、ロードマップ的なことをね、ちょっとビデオにまとめていますので、こちらを、見ていただければ、嬉しいです。ということで、そうですね、まあ、この夏休みの間に自分のビジョンとプランっていうのを、しっかりと明確にしておくことによって、じゃあ自分がどういった形で、資産をクリエイトしていけばいいのだろうかということが分かるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、夢って何なんだろう、ウェルスって何なんだろう、それは自分にとっては何なのかっていうことを、まあ、そのビジョンとプランと一緒に考えていくところから始めるっていうのもいいんではないかなと思います。はい。ではですね、来週の月曜日にはまた不動産投資の話題に戻りたいと思いますので、それまでにですね、こんな、話題を取り上げていただきたいなとかっていうことがあれば、コメント欄に入れていただければ、私の方でも何か議題にできればなと思っております。では、来週の月曜日まで。See you later! Bye bye!